ットをで弾いている。さて、おお耐えてる耐えてる。おお、さてどうなる。おっと、果敢に攻めている。お、行ってる。おー、いいぞ。おこんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ベイブレードバーストクワッドドライブよりギルデッドバルデロブ B7 です。それでは見ていきましょう。ということで、自分こちらのベイブレードバーストクワッドドライブシリーズのね、動画いろいろレビューしてますので、ぜひ見てみてください。でですよ皆さん、あのベイブレードバーストのレアベイで出たバルドゥールというベイ、知ってますでしょうか。なんとそのバルドゥールがこのクワッドドライブにて復活していたというね、ちょっとこれ激アツですよね。でこのパック、この2つセットになってますので、もう1個ね、このマグマロクザボールっていうのがあるんですけれど、これはまた次回ね、紹介していこうかなと思います。で裏側こんな感じで2つの詳細が載ってあります。それでは、早速開けていきましょうか。ということで、はい、それでは開けていきます。さてどんな感じになっているのか。はい、わっ、なんかディスクの形どっちもおもろいな。はい、ということで開けていきます。中身を取り出すとこんな感じになっております。そしてこちらのマグマロクザボールはね、次回レビューしていきたいと思うので楽しみにしていてください。それでは早速見ていきましょう。まずはこちら、ギルデッドバルデロブ B7 ですよ。どうでしょうか。いやまあね、当時のあの輝きみたいな、あのキラキラのゴールド感はまあ、ちょっと薄れてますけど、まあ、それでもちょっとまあちょっとキラッとしたツヤっとした成型色になっていて、でここシルバーの塗装、そしてこのコアね、このゴールドの塗装とこの青ね、なんか若干なんだろう、薄いというか、うん、こう薄め淡めの青が使われておりますね。ということで、いやこれ何がいいかって、当時のバルドゥールって5枚刃だったんですよね。そこから進化してこう1個プラスして6枚刃になってるみたいな、これもうほんと正当進化ですよね。ただめちゃくちゃ軽い、めちゃくちゃ肉抜かれまくりですね、うん、ということで、まあ当時のね、あのちょっと思うみたいなのはないんですけれど、まあね、クワッドドライブシリーズなので。でグラビティリングがこれ6に見えるんですけど、なんと GO8 というまた新型グラビティリングになっております。一応クワッドドライブでも6はあるんですけど、それとは若干違うね、こう形になっておりますね。ということでこんな感じで、次 4G ディスク、このね、クワッドドライブではディスクのこと 4G ディスクって言うんですけど、これがダイアグロンっていうねディスクとなっております。めちゃくちゃ面白い見た目してますよね。なんかいかにもディフェンスタイプっぽい、なんか若干バリアントルシファーのバリアントっぽい形してますよね、このトゲトゲが、うん、でまあこんな感じになっております。いや個人的にはこのクワッドドライブで言うとこのアクイロンですね。このアクイロンがこう外側肉抜きのちょっと内重心っぽい感じで、若干あのバンパーっぽさあるかなって思うので、これもいいかなと思いますね。でそして最後、ドライバー、あれ今まで自分いろいろ間違ってたんですけど、このなんかクワッドドライブってこの 4G ディスクがそのダイアグロン9らしくて、でこっちのこれまずドライバーじゃなくて、これ名前が2つありまして、まずこのこっちの方がパフォーマンスチップ、そしてこっち取り付ける方がアーマーチップっていうらしいですね。でこれの名前がゼファー Q ですね、うん、でこれがプラスプレスっていうね感じになって、プラスプレスですね、はい、ちょっとややこしいんですけど、なのでなんかあの9つける位置自分間違ってましたね今まで、はい、ダイアグロン9、
はい、でこれはゼファー級プラスプレスっていうね感じらしいです。でゼファーということでアタックできると、でこれでディフェンスもできるみたいな感じになっております。まあ若干バイトに見えなくもないかなと、うん、まあ若干ね、はい、ということでこれを全て組み合わせると、はい、来ました、ギルデッドバルデロブ B7 ダイアグロン級ゼファー級プラスプレス GO8 になりますと。やっぱこの金とシルバーとブルーの輝き素晴らしいですね。それではここからは重さを測っていきたいと思います。で比較として今回はこのサイクロンロクターボールをね測っていきましょう。まずはこのブレードとコア 10.94g、 こちらギルデッドバルデロブは 13.43、 あ、メタルはないけど重いですね。で次グラビティリング6 1.59、 さて GO8 どうなんでしょうか。あ、 1.53 ちょい軽。そして次アクイロンですね、はい、24.64、 はい、そしてダイアグロンですね 25.15 ちょい軽。そして次ドライバーも一応測りましょう。7.7、そしてこっちは7.57 ということで、ちょっとね最後はこれ全て組み合わせた状態でも測ってみましょうということで、まずはいこれとこっちですね、ギルデッドバルデロブですね。なんかどうなんだろう結果的にはね。それでは行きます。サイクロンロクターボールは 44.17、 そしてバルデロブは 47.69、 ちょっとこれクワッドドライブ史上最激重ですね。今まで多分このファフニルが重かったんですけど、あー、ファフニルの方が重いんだ。あ、でも基本このクワッドドライブ44なので44に比べたらめちゃくちゃ重いですね。ファフニルといい勝負しそう。ということで早速バトルやっていきましょう。それではこちらのギルデッドバルデロブのまずは挙動をね見ていきたいと思います。まずはこのプレスドライバー見ていきましょう。はいはい、動き回ってからのまあちょいと小回りですかね。はい、そしてじゃあ次このプレスを取ってゼファーですね、アタックでやっていきましょう。それでは行きます。あー結構動く。はいはい、あ、なんか結構ゼファーとプレスの動き似てる気がしますね。まあということで早速バトルやっていきましょう。まずはこちらサイクロンロクターボールとね戦っていきたいと思います。スタミナタイプです。いきましょう。さて、おっと、お、え、弾いている。まさかのこのディフェンスウェイがバーストをさせましたね。じゃあちょっと次はドライバーチェンジ状態でやってみましょう。まさかのバースト。じゃあちょっとこっちも、はい、このこれでマッシブですねとやっていきましょう。それではいきます。さて、おっと、あー、ゼファっている。さてマッシブ耐えきれるか。
あーでもなんか、お、緩やかになってきた。やばいか、もしかしてスタミナが。あー負けましたね。ちょっとゼファースタミナがないのかな。それではこのギルデッドバルデロブ、今ねローモードになってますので、ハイモードにしてバトルねやってみたいと思います。このグラビティリングを外して、このコアを下から取り付けて、でこれでハイモード、あ、え、なんか埋まってる、グラビティリングが。え、なんかめっちゃ密着感がありますね。これでやっていきましょう。さてで、相手のこのサイクロンロクターボールもね、ハイモードにしましたので、これでいきましょう。さて、お、と当たらないか。お、いってる。お、いいぞ。おお、やっぱりバーストさせますね。強。いや、このプレスが強いのかな？なんかゼファーよりいい気がしますね。それでは次はこちらのストーンネメシスと戦っていきたいと思います。同じ復活組ですね。それでは戦っていきましょう。なんと、一瞬でバーストしてしまうという、まあ、さすがにちょっとこれはもう一回ね、やるべき案件なのかなと思いますので、もう一回やっていきたいと思います。さて、いや、さすがのディフェンスタイプですね。で、このストーンネメシスアタックタイプなんですよね。それではもう一回いきます。さて、どうなるか、いきましょう。当たった。さて、お、うわー、いや、カウンターえぐいですね。それでは次、マグマイフリーターとね、戦っていきましょう。このウェーブのスタミナの力強いですからね。いきます。さて、こりゃどうなる？うお、耐えてる耐えてる。うお、マグマイフリーターも、バーストさせましたね。マグマイフリーター全然バーストしないウェイなんですけど、ついよ。それでは次、デストラクションベルファイアと戦っていきます。さて、どうなる。おっと、いや、さすがにベルファイアのアタックが強いか。これは、お、落ち着いてきた。さて、スタミナ対決どうなるのか。うん、よかった、スピンフィニッシュです。それでは次はデストラクションベルファイアのホワイトカラーバージョンでやっていきたいと思います。さて、どうなる。おっと、アタックを仕掛けられるのか。当たった。さて、おっと、耐えている耐えている。うわー、これはスタミナ勝負か。いやー、スピンフィニッシュ。それでは次、デストラクションイフリーターコーヒー牛乳カラーと戦っていきましょう。さて、おっと、うわ、真ん中に。さて、あー、これはスタミナ対決になりそうですね。どうなるか。うわ、負けた。やっぱりキック強いわ。それではラスト、クワッドドライブ最強左回転ベイ、バニッシュファフニルと戦っていきましょう。この最重量でもうめちゃくちゃ強いですからね。それではいきます。さて、どうなる。おっと、果敢に攻めている。うわ、攻めてる攻めてる、いいぞ。いや、しかしこっからなんですよね、ファフニルの強いところは。いや、この送り合い対決制するのはどちらになるのか。さすがにファフニルキックがめちゃくちゃ強い。
ということで今回のギルデッドバルデロブいかがだったでしょうか。いや、バルドゥールの名にふさわしい強さでしたね。これはまさかの相手をカウンターバーストしまくるっていう最強のブレードなんじゃないかなと思います。ほんとこう細かい引っかかりがねたくさんあるので、それで強かったのかなと思いますね。で、まあ、これ絶対カスタムもね、このディスクとかドライバーとか変えてもまた強くなりそうな予感がしましたね。で、次回はこちらセットになっているマグマロクテロクタボールですね。これもレビューしますので、これもなかなか面白そうなパース使ってるのでね、ぜひ楽しみにしていてください。ということで、今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter のフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。